ブルース・チールはイギリスが開発した空対地巡航ミサイル。冷戦機における核攻撃のうち戦略爆撃機による核攻撃は常に敵防空網との戦いであった。主要な防空組織を無力化し重力落下式核爆弾を積んだ爆撃機が通過できるよう各国では空中発射型巡航ミサイルを開発していった。そのような中、イギリスで開発されたのが ブルース・チールである。ブルース・チールはエディオットから電子技術の支援を受けたアブロが開発した。核弾頭にはハウンドドッグに搭載されていたアメリカ製の W-28 核弾頭をもとに開発されたレッドスロー核弾頭を搭載した。1963年に運用が開始され、イギリス空軍の爆撃機アブロバルカンやハンドレページ、ビクターに搭載された。 両方とも搭載数は一発で、胴体下部の爆弾層に反埋め込み式に搭載する。しかし、ブルースチールの射程距離が問題で、爆撃機は未だに死体空ミサイルの脅威にさらされたため、長距離型のブルースチールマーク2の開発が検討された。マーク2の開発は困難が予想されたため、イギリスはアメリカ空軍が開発中の長距離、 空中発射型弾道ミサイル AGM-48 スカイボルトの取得を求めた。しかし、スカイボルトの開発は、費用及び技術的混乱により1962年後半にキャンセルされた。イギリスは、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルを搭載可能なレゾリューション急減視力潜水艦が、イギリス海軍に配備されるまで、低空発射能力を付与した。 ブルース・チールで戦略核兵器の運用を行った。潜水艦隊へのポラリストレゾリューション級原選の配備とともにブルース・チールの役割は終わり、1970年12月31日をもって公式に運用を終了した。ありがとうございます。